今年のラジオ日経賞は重賞外級もしくは勝って外級で勝負だ。皆様こんばんは。稼ぐ競馬データ検証の柳生でございます。本日はラジオ日経賞2020年、こちらを5分でわかる外級データ編ということでまとめてみました。それではこちらが本日のメニューでございます。まず一つ目に過去のラジオ日経賞外級傾向を学ぶということで、外級馬は過去のラジオ日経賞で好走しているのかということを確認していきたいと思います。そして二つ目に今年のラジオ日経賞での狙いはということで、過去の傾向から今年狙っておくべき外級馬のポイントをお伝えさせていただきたいと思います。それでは2018年ラジオ日経賞の傾向を確認していきたいと思います。1着は名将鉄魂白百合ステークス、1着から宇治田原優春ステーブルで外級調整を行いました。そして2着はピエールマン山藤賞、1着からノーザンファーム天栄で外級調整を行っております。3着の希望の大地は京都 2000m1 着から在級調整で向かいました。そして次に2019年ラジオ日経賞の稽古でございます。1着はブレイキングドーン京都新聞杯、6着から大仙ヒルズで外級調整。そして2着はマイネルサーパス日本ダービー、11着からビッグレッドファーム鉾田。そして3着はゴータイミング、こちらは阪神 1600m1 着からグリーンウッドで外級調整をしております。2020年ラジオ日経賞で狙うのはということで2つのポイントが上がりました。まず1つ目は勝ち上がったら一旦外級で立ち直し、この法則を覚えてください。2018年1着の名将鉄魂はシアリステークス1着、その後は外級調整で一旦調整しております。そのように同じようなことが2018年2着のフィエルマン、2019年3着のゴータイミングにも言えます。そして2つ目のポイントでございます。重賞挑戦大敗も外級で成長。2019年1着のブレイキングドーン、こちらは京都新聞杯6着でしたが外級調整を行って巻き返してきました。そして同年の3着マイネルサーパスも日本ダービー11着でしたが外級調整で成長して巻き返してきました。どっちにしろ外級調整が非常に重要となります。今回も外級を重視しながらこの傾向に沿って最後は確認していければいいのではないでしょうか。本日も最後まで動画をご覧いただき誠にありがとうございました。皆様の予想や見解もコメント欄でお待ちしておりますので、ぜひお寄せください。レース前の平日も予想で盛り上がっていきましょう。そしてこれを YouTube をやってから楽しみにしておりましたが、チャンネル登録グッドボタンぜひお待ちしております。大変喜びますのでよろしくお願いします。そして LINE では最新の外級情報をお送りさせていただいております。サイト内でもなるべく早くまとめさせていただいておりますが、最終的な外級情報に関しましては LINE でお送りさせていただいておりますので、ぜひ予想にお役立ちいただければと思います。概要欄のリンクから1秒で完了いたしますので、ぜひ登録してお待ちくださいませ。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。